では早速いきましょう。英語推薦入試面接質問出る順ランキング、一つ目は志望理由です。こちらはほぼ全ての大学で聞かれると言ってもいいでしょう。皆さんそれぞれ志望理由あると思いますが、それをはっきり明確に伝えることが大切です。最も重要なのはなぜその大学に入らなければならないのか、なぜその大学でなければならないのかということです。で、その理由ができればですね、3つほど、なぜその大学でならなければならないのか、3つほど挙げられるといいでしょう。